皆さんこんにちは、三輪恵梨香です。今日はこのデコルテのドレスを着てる時の上半身の見せ方っていうのをやります。上半身の見せ方は、まあ、私たちはバレリーナではないのでバレエダンサーのようにもう本当に何から何まで美しくっていうことをする必要はないんですけれども、やっぱりどうやってこのドレスを着ているかっていうことね、これがあの日本人の普通の服の着方だともうこうなってしまうのね。私はこうじゃないけど、でもなんか骨盤前に行ってる、背骨こう丸くなってる、顎出てるっていう感じで、みんなこうやってズリ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 って歩いてるの、私が今電車で見る女の子たちってどうなってんので、このズリ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 って歩くのまんまドレスだけ着て、まあ、やったーとかって言ってるわけ、やめて。そしてではこのね、じゃあどうやって綺麗に見せるでしょう。自分の容姿に責任を持ちましょうよ。それは自分が自分の容姿をどうやってコントロールしているかっていうことだと思うんですよ。さて、このデコルテの開いたドレスを着るときにはポイントはもう1にうなじ、2にうなじ、3、4がなくて4にうなじ、3、4がなくて5にうなじっていうねぐらい、あのうなじすごく大事。このうなじを長くっていうふうに思うだけでいいんです。うなじ長くで頭が高い位置にあるつもり。ただ頭だけ高くって思うとこうなっちゃうでしょ。でこれどうですか、うなじ、うなじ狭い、だからうなじは長く、ね、うなじ長く頭高く、こういう感じで動いてみます。立ってるだけ、腕使わないんだったらば肩甲骨を少し寄せてもいいんです。肩甲骨寄せた方が背中が締まってシャープに見えるので肩甲骨寄せててもいいです。でも肩甲骨寄せてると腕動きませんから、肩甲骨寄せたまま腕動かすことできないから、だから肩甲骨はあの立って例えば写真撮るためだけだったら別にこれでもいいですけれども、動こうと思う時には柔らかく力抜いて首長く、ね、この辺にすごい柔らかい優雅さを自分で感じてみてください。腕は脇の下からふわーって浮かび上がってくるような感じ、それを使っていきます。ワイングラスを取るときも、ドレスの裾を気をつけるときも、ドアの取っ手に手をかけるときも、願わくば両パートナーに腕をかけるときも、全部ふわーって浮かぶような動きを、もちろん毎回毎回やったらすごくなんて嫌味な女だとかって思われるかもしれない、でもそういうのじゃなくってね、あの意識するかしないかだけなんでね、少しのところにこう腕を出すだけでもあって出すよりはちょっとだけ脇の下から腕が出てくると思ってみてください。もう全然違いますから。うなじ長く、デコルテ広く、首高いところね、うなじ長く頭高いところにあって、腕は脇の下からなんていうのかな、水が雫が垂れるようにカーブを描いて動いていくみたいな、そんな感じがいいかなと思います。あと指先縮めない、日本人は本当に指先縮めちゃってるので、これどう、私がこうやってたら全然綺麗じゃないですよね。いろんなこと喋ろうとしても、もしこうやって喋ってたらすごくみっともないっていうか、あのなんか多分そんなに魅力ないと思う。でも指が長くある、そして話をするときも指の先まできちんと長くあるっていうこともとっても大事だと思うんですよ。デコルテのドレスとか、まあ、少なくともドレス、綺麗なおしゃれをするときには今日のことを思い出してみてください。 And have a very nice Christmas. Bye.